こんにちは、この花の寒月です。今日は大人かわいい帯結び花包みをご紹介いたします。はい、それでは早速結んでまいります。今日使います帯はタッサーシルクの帯ですね。幅が16センチ、長さ4メートル20センチのものを結んでまいります。まずは手先を半分に折っていただいて、だいたいご自分の手幅いっぱいですね。手先を肩に預けましたら、帯がお腹の真ん中で矢印になるように折り返します。帯を2周巻いていきます。帯を2周巻いてきましたら、ここで一度ギュッと締めますね。垂れ先の方も半分に折り返します。手先を下ろして、垂れ先をかぶせて少し引き抜きます。輪っかを作りますね。そして少しこの状態だと帯が緩みやすいので、ピンチでこの辺りをね、一度止めておきます。手先を折り返して、この輪っかの中に通します。通しましたら、垂れ先ですね、これをぐーっと引っ張って帯の上にリボンを作ります。はい、そして垂れ先を広げますね。そして少し垂れを残すような気持ちで、帯をこの結び目から引き抜いていきます。はい、そしてですね、垂れ先の位置を確認しながら、若干お端折りより長めの位置のところがきれいにできます。はい、垂れ先ですね、こういう形で垂れ先を作ってください。はい、そして帯を下ろしますね。このリボンの上で帯を広げます。幅を出しますね。下ろした帯をくるくるっと巻いて、形を見ながら、この輪っかの中ですね、帯締めを通してください。背中側で結んでおきます。はい、帯の形を整えていきますね。帯の形はこちらで完成です。はい、そうしましたら、こちらのピンチを使って帯の垂れ先を折り返します。帯のだいたい真ん中ぐらいですね、ピンチで留めておきます。帯をしっかり持って回します。ピンチが背中心のところに来たのを確認しましたら外します。帯板を入れますね。帯締めを結び直します。帯締めを結びましたら、こちらで完成です。コロンと可愛い形の帯結びです。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。